室室井井彦彦のです最初の質問はです、ね、開示産業の競争力の強化について、各ルール先生方、ご質問されておられますけれども、重複いたするところが多くあろうかと思いますけれども、ご理解のほど、お願いを申し上げておきたいと思います。まずこの国の造船 海運分野において、その我が国のこの新造船建造量の世界シェアは、先ほど出ておりますけれども、中国、韓国に次いで第3位の22%となっております。外交海運、また世界の海上入国量が前年度比2.6%であるのに対し、 我が国の海上貿易量は前年度比1.4%減という状況であります。内国海運は、船舶と船員の2つの高齢化の構造的問題を抱えておる状況であります。海事産業の基盤強化に向けた対策が急務になっておるわけでありますが、 防衛貨物として多くのものが世界中を行き来する中外国海運が輸送する物量の7割から8割が資源輸送であります電気製品食料品機械類自動車衣類等の製品輸送の場合は資源の輸送とはまた違い貨物の出発点から この利用者の受け取り地に至るまで、単に海上輸送業者だけではなく、実にさまざまな関係者が関わりながら、輸送の作り上げ、輸送を作り上げ、サプライチェーンを構成、形成しているわけであります。全体の最適化に注意を向けて、対策を講じていく必要があるわけでありますが、 ことわざで物流を制する者の世界を制する、物流を制する者が市場を制すると、まあ、この競争力強化に通ずると理解をしておりますが、開示産業のこの競争力の強化に対する赤羽大臣のまずご所見をお伺いをしたいと思います。赤羽国土交通大臣 あのまず海事産業の競争力強化というのは、まさに今、室井委員がおっしゃられていただきましたように、サプライチェーンそのものという、いうか広い考え方で総合的に取り組んでいかなければいけないと思いますが、現実的にはあの日,本まあ日本各地域で製造したものを輸出する際に、本来であれば神戸港でその荷物を集荷してですね、 外北米航路、欧米航路に出すということをこれまでしてきたことが、まあ、特に阪神・淡路大震災ということが契機となったという部分もかなり大きいんですが、それがずいぶん、プサン港に取られているというのが現実であります、あの私なんかも歯がゆくてですね、なんであのわざわざプサンまで持っていかなければいけないのかと、まあ、それだけプサンでトランシップした方が、まが、経済的なコストが、えー まメリットがあるということなのかもしれませんが、まさにあのサプライチェーンそのもの、私はいざというときのリスク対応とか、先ほどあの竹内委員からの話もあって、ちょっと答弁落としてしまいましたが、安全保障の面ということも含めて、この開示産業、造船業と海運業、うまくこう車の両輪としてさせていかなければいけませんし、荷主の皆様にもそうしたことをご理解いただきながら、 やはりオールジャパンの底上げということでしっかりとそうした視点でですねまあ国交省の所管だけではなくて産業界にもご理解をいただきながら力をつけていかなければいけないというふうに認識をしているところでございます室井君 <laughs> はい、ありがとうございます一つよろしくお力添えをお願いを申し上げる次第でありますえ続いてえこのお 技術力の開発、造船業の再生は、まあ、この言葉に尽きるという思いでございますけれども、これについて質問させていただきます。この中国、韓国においては、この大手造船所同士がこう統合、買収により巨大化が、巨大化が進んでいっておるわけでありますが、我が国においても、この業界 編成が進みつつありますが今後の競争国際競争に打ち勝っていくためには今まで以上にこのスケールメリットを追求し人材集約を促進していく必要があるとこのように感じておりますこれまで我が国造船業は総合重工系の大手造船企業が 業界を牽引ししてままいりました事業規模の縮小という業界の構造変化に伴い世界的にこの高い水準を誇ってきた技術力顧客ニーズに応じた設計対応力が相対的に低下しつつあると指摘を受けているところでありますが我が国の持つ技術開発力の強みを生かし 事業基盤を強化することが鍵を握ると考えますが、国土交通省として、造船業の再生にいかにどう取り組んでいくのか、お聞きをしたいと思います大坪開示局長。我が国造船業においてはです、ね、まあ、技術開発力という点では、従業員数に対する技術者の割合という面を見る、全体で見ると、 韓国に負けているわけではないのですが、一方、中間に比べて1事業所あたりの規模が小さくて、開発設計を担う技術者が各社に分散しているという,いう特徴がありまして、各社ごとの生産規模や、それから顧客ニーズに応じた設計の対応能力、各社ごとの設計対応能力に課題があります。こののため複数の造船事業業者における協業協業や連携統合等を推進して 我が国造船業業のの事業基盤の強化に取り組むことと重要であると考えています実際、我が国造船業界においては、事業者間において、今後の生き残りをかけた事業再編の動きが活発化しています。例えば三井 E&S 造船と常石造船では、本年10月に資本提供を行い、商船事業について両者の持つそれぞれの強みを生かすことで、設計開発力やコスト競争力の強化に取り組んでいくこととしています。 あの国土交通省としては、このような事業再編などの取り組みを支援していくために、本法案に基づいて、造船事業者等が作成する事業基盤強化計画の認定制度を創設し、予算税制、財政投資等の支援措置を通じて、事業者の取り組みを後押しして、我が国造船業の基盤強化に取り組んでまいります室井君、はいあの。この日本の造船の技術力というのは、ご承知のとおり、 最初のきっかけがペリーが日本の国に嫌いしたとこのことから日本の造船業がきっかけになったということを聞いております、まあ、その間にですね本当に日本の技術力というのは造船業驚くものがあり80年ほど前81年前にはもうその戦艦大和というです、ね、巨大な造船を自力で建造しておったという。 まあ武蔵大和である古い話でありますけれども,もう80年ほど前それだけの技術力と力があったとまあ戦争という異常自体が環境がそうしたのかも分かりませんがそれだけの技術力を持った日本の国であります私は本当に誇りを持っておりますしこういう技術力はまあいろんな事情があるでしょうけども韓国や日本に負けた日本じゃなく韓国とか中国に ずいぶん大臣もおっしゃいましたけども、歯がゆい思いがあるんです、一つですね、これも当初はイギリスが造船、世界一を誇っていた、イギリスから日本の国がですね英国を抜いて世界一になったというのが1956年、昭和31年と聞いております。 まあそういう数字だけ考えれば、もう下降線をもういってるという、そういうことになるわけでありますけれども、単純な考えで申し上げましたけれども、一つぜひ誇りを持って、自信を持って、これから進めていっていただきたい、このことをお願いをいたしておきます。世界経済のの…変化に対したこの外,外交の あの海運の政策の進め方についてお聞きをしたいと思いますが、この資源の持たない日本の国、我が国は、国民生活を維持していくために必要とされる重要な資源エネルギーの供給の大半を、ご承知のとおり、輸入に頼っておるわけであります。海外ののの通商活活動動に経済活動の基盤を置く貿易立国の姿と 理解をしておりま,すまあ我が国の経済成長率よりも高い水準で世界の海上移送量が拡大傾向にあるまたその世界の成長を取り込む権威者として我が国国の外交海運が再生を果たしていくことが強く、まあ、我々が 感じておる望んでいるところでありますが、この新型コロナウイルス感傷の感傷拡大の収束が見通せず、世界の不透明感を強く感じておる中で、他方でデジタル化の世界的潮流が社会、経済に改革、変革をもたらすと予,想予測されておりますが、 経済の著しい変化に対応した外交開運政策を打ち立てていくためには PDCA サイクルを確保し業界構造の転換を図ることが特に重要だとこのように考えるところでありますが目まぐるしくこの変化する経済に対応する外交開運の,この政策の この進め方のポイントをですね、えー、についてのご見解をお聞かせをいただきたいと思います大坪海事局長。うん、あの我が国、外交海運事業者は、世界有数の船体規模を有しておりまして、コンテナ、それから原油 LNG などのエネルギー。 穀物や鉄鉱石などのばら積み貨物など、さまざまな貨物の輸送を総合的に行っておりますので、世界経済変動の影響は相対的に受けにくいよう,にような経営戦略を講じていると承知しています。しかしながら、外交海運業は世界単一市場で厳しい競争にさらされておりまして、 三国間輸送、日本の発着貨物と関係ないところでの輸送を重視せざるを得なくなっています。この中で、我が国の事業者は、船舶の大型化やコンテナ船部門の統合などの取り組みを行ってきました、また省エネ船やガス燃料船の導入によって、環境性能の向上等による競争力強化を図ってきました。これらに関連する技術開発や実証において、国土交通省は関係省庁と連携して支援を行ってきています。 また、我が国の外交海運事業者が安定的に船舶投資を行えるように、トン数標準税制や特別償却制度などの税制の特例措置を講じているところです。今後はデジタル技術を活用した遠隔監視支援システムの開発導入やなど、安全性向上と効率運行のためのさらなる取り組みを支援するとともに、水素やアンモニア燃料の活用を含めたゼロエミッション船の段階的導入に向けて、 関係省庁との連携のもと、グリーンイノベーション基金の活用の検討を進めているところです本法案による支援措置も活用して高性能な船舶というハード面とデジタル技術を駆使した安全効率運航というソフト面の双方で日本の外交海運がその強みを最大限発揮できるように努めてまいります村井君、はい えー、時間が来ましたので、これで終わらせていただきますけれども、はいえー、局長には造船・博用工業の分野における、この学官のこう連携した人材育成についてというお尋ねをしたかったわけでありますけれども、また次の機会にでもごつあのいろいろとご指導いただければありがたいなと思いますこれで終わります。 午後1時に再開することとし、休憩いたします。お疲れ様でございました。 国土交通